れんか。というわけで、はい、今回も始まりました。始まりました。もう坂口健二さんに間違われることにも慣れてきた荒木太郎です。よろしくお願いします。違う違う、どっちかっていうと100歩譲って吉岡さんですよ。コトーの方です。誰がドクターコトー。何回も言うけど、イリューの時の坂口健二だって。違う違う違う、何回のコトーのコトー。それもあんま引っ張らなくていいですか。いや、もう俺はこれもう最終回まで引っ張ります。髪型も寄してきましたからね。寄してきました、コトーにね。コトー健二さんの徐々に徐々にコトーの方に行ってる。ておかしいな、俺コトーさんもっとわわってなったと思うんだけど。わわってしてない。言われてみたら寄せてきてます。まあ寄せてはいるね。コトーに寄せてはいるのか。うん、だいぶ近づいてきてますよ。ありがとうございます。はい、じゃあ お願いします。はい、ということで今日はナースメイチはかぼちゃメイチです。よろしくお願いします。ハロウィンらしく愉快に。とんだ腐れかぼちゃだよこれ。どうしてですか。腐れかぼちゃ。腐れかぼちゃが喋ってるようです。もう見えない。そうですか。愉快な感じでお送りしたいと思います。ね、はい、じゃあこの病院ですね、はい、入院されている患者さんがいらっしゃいますので。そうでした、そうでした。その方々の、まあ、今週1週間振り返っていただきましょう、はい、どうぞ。先日親戚一同集まりました。惚れかけちゃったぜ、いとこの奥さん佐藤秀です。あるかもな、あるかもな。結婚できるんですか。いやいや、いとこの奥さんだから。あ、そっか、ダメですね。いとこと結婚するって話じゃないからね。かぼちゃ、ダメダメ、かぼちゃ。はい、かぼち。私、今日はやるぞっていう日は赤いパンツを履きます。井上隆也です。よろしくお願いします。私はモテません。非常にモテません。先日なぜモテないか真剣に考えました。理由が見当たりません。まさきです。よろしくお願いします。優勝です、ね。まさきさん、瞑想してきてもいいよ。しょうがないですよ、人生の迷子ですから。CM です。